NHK の桑子真帆アナウンサー34が2022年4月から報道番組クローズアップ現代の木安田を担当することに対し、視聴者から事実上の国谷優子さんの後任になるわけですから。桑子真帆アナの句、露言楽しみだ。頑張ってほしいといった声がツイッターに上がっている。番組は現在、クローズアップ現代のタイトルで毎週火曜日から木曜日の22時から30分番組として放送されているが、4月からはタイトルを2016年3月まで使われていたクローズアップ現代に戻す。また、放送日は毎週月曜日から木曜日で19時30分から27分間にわたって放送される。そのクローズアップ現代だが、2016年3月まで番組キャスターだったのは国谷優子さんだ。国谷さんは番組放送開始の1993年4月からキャスターを担当し、番組内で流れる取材 VTR へのコメントはもちろん、スタジオに招いたゲストからその日の特集の要点を引き出すなど、週4回の放送を一人で回していた。一方、2016年度以降、番組キャスターは NHK のアナウンサーたちによる交代制、武田真一アナウンサーによる単独制、そして2021年度からの二人制を経て、2022年度からは再び桑子アナによる単独制となる。このため、ツイッターには他にも、クロゲンが桑子アナの一人 MC に、ちと重荷じゃない？国谷さん降板後の瞑想は、もうしばらく続きそうやな、といった番組が瞑想しているのではないかといった声も上がっている。20年以上女性アナウンサーを見続けてきたライターの松本京也氏は J キャストニュースの取材に、桑子アナの黒言への適性を人気もキャリアも問題なくイエスと回答した。クローズアップ現代のキャスターとして国谷さんの存在を超えられるかについては、視聴者が及び来店を出すハードルが下がっているのではないかとの理由から、おそらくイエスとの見解だった。J キャストニュース編集部坂下智永。